はい、新年明けましておめでとうございます。年末からね続くガシャですね。年末年始超降臨ガシャ、泣きの大泣きの11回目から15回目をやってみようと思います。もうこれでならなかったら諦めます。では自力ガシャ11セット目参ります。さあ和の色は、そして稲妻はどうなんだ。さあどこどこどこ遊郭行ドラララララララネズミ。さあどこ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 稲妻走っているが遊郭行また見たね。さあ4枚目どこどこネズミ。さあどこ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 大谷じ。さあどこ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 音いいし。さあドラララララララプラス1、そろそろ1枚ぐらいは出てほしいところですが、スティリダーンまさかまさか金止まり。残念すぎます。新年一発目、新年一発目が金泡です。残念すぎる。どこどこどこ。はい、11セット目は、大変なことになりました。それでは12セット目ですね、2枚確定なのでやっていこうと思います。では12セット目参ります。さあ当然ここは虹泡で稲妻が走っております。さあドラララララネゴグーサー2枚目、スイザー。さあ3枚目ドラララララ金大地。4枚目どこ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 、そろそろ出てきてもいいんですが、どうだタマミ。さあ6枚目まだ出てこない金大地。さあそろ来ました、何が出てくる。高太郎ありがとうございます。高太郎は出てきてありがとうございます。さあ最後ですかね、どうだ、バイザダストじゃないですねバイザダストじゃないですね、キラークイーンですね、黒キラありがとうございます。火力が強くなった。というどっちだ、あまだピックアップではないですね、両方のピックアップではない。またダイバイザーダッツ。さあ一発目プラス2、もう一度プラス3、もう一度来ました、プラス4、これはありがたい、これはありがたい。当たりました。どれだけになりますかね。プラス5枚で10で4、プラス9、プラス9です、アビリティ9です。ありがとうございます、ありがとうございます。あアビリティ10ですね、1逃しなんでよかったです。バイザーダスト発動ありがとうございます。さあそして13セット目自力ガシャですね。13セット目参ります。デス13。さあ言ってしまったが最後どうなっているのか。さあどこ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 稲妻走っている、ジョセフドラララララララチャカー、どこ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 スイーザー。さあ4枚目、どこどこどこダビーの5枚目はどうだ、親父そろそろ出てこないとつらい。6枚目、さあ7枚目は
これはまさか、まさか、まさかの、まさかの金玉です。残念すぎる、残念すぎる。信念はついてるのかついてないのかわかんない。シーザーがよく出てきております。はい、バイツァーダストのおかげで何かいいね、いいことあるのかどうなのかっていう感じなんですけども、さあ続いて G4 セット目も自力ガシャです。参ります。さあどうなっているのか。さあどこ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 、ハンティングドラララララ猫グーサージョセフ、さあドラララララオナレフ、どこどこどこ、アイヤー、そしてドラララライナズマ走っているがねえな、そろそろ出てこないとつらいですよ。小一くん、ドラララララ猫グーサー、そしてドラララランの、まさか今回も自力ガシャは全部アウト。そして一発ドラララララ自力ガシャは全てアウトです。終わりました。さあラストですね、もう泣きのラスト参ります。15セット目ピックアップは何が来るのか、稲妻は走っているのかどうかですかね。さあドラララララハンティング、ドラララララジョナスさん、さあ3枚目スティディダーン、4枚目はそろそろ、あ、ユカゴをまた見てきましたね。 5枚目、何が出る、取りつかれている、お前に取りつかれている、セロハンに取りつかれております。さあなん、いやー3枚はありがたかったのですが、ちょっと取りつかれすぎです。がっかりです、がっかりです。セロハンに取りつかれております。ワンツースリー、さあドラララララララマリッチボーイ、さあどこどこどこ、チャカー、はい、以上と、あ、アビリティは上がりました、ありがとうございます。ここは上がりますね。さあセロファンはどうだ、セロファンはプラス1上がりました、17の11。はい、以上という結果になりました。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。新城助は諦めることになりそうです。では最後まで動画もご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では